いや、すごいな。毎朝コーヒーで起こしてあげますよ。あー、減っていく。あー、気持ちいいな。はい、どうも皆さん、こんにちは。カズマックスです。こんな格好で突然すいません。今日はですね、この僕の新しく作った、うちカフェですね、このスタジオに、美容師 YouTuber さんをお招きいたしまして、これからね、カットをしてもらおうと思います。お願いします。お久しぶりです。どうも。どこ見ればいいか分かんないですけど、とりあえずこっちで、4年ぶりぐらいですかね。そうですね、お久しぶりです。はい、美容師 YouTuber の翔平と申します。はい、翔平くんです。お待たせしております。本当にお久しぶりです。よろしくお願いします。はい、前に翔平くんには、京都のうちに来てもらって、そうですね、はい、まだ短かった頃ですね、僕の髪の毛が、はい、切ってもらってやってもらったんですけど、今回はバッチリ伸ばしてきたんで、うん、もう今風な感じでやらせていただきますので、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。まあ、詳しいことは多分翔平くんの動画にもなってると思うんで、下にリンク貼っておきます。はい、はい、じゃあよろしくお願いいたします。よし、じゃあやりますね。はい、お願いします、はい。で、まあ、2way、今回センターパート、伸びてきたセンターパートもできるし、はい、短いうちはまあ下ろし、この前髪ありの髪型を作る上で、ちょっとトップは残し目でやります。うん、まあ、でも今すごい長すぎるんで、これは。そうね。調整して。だいぶ伸ばしましたね。いつもは美容院、これは。そうね、美容院。美容院。うん、あ、でも初めてか、こうやってちゃんとカットするの。前回はヘアセットだけだったもんね。そういえばそうやったね。そうだ、カットしてないね、そういえば。そう、なんかカットする感じがない。切ったばっかだったんだよね、みたいな。そうそうそう、そう言われて。そう、普通にただシンプルにセットしただけ。うんうん、ね、なかなか翔平くんをなんか表現しづらかったよ、ね。そう、正直申し訳ないなと思いながら。そう、せっかく来たから切りたかったなってのあったけど、まあまあ、でもタイミングがね、うんうん、あれだったから、今回バッチリね、うんうん、申し訳ないぐらい伸ばしていただいて。いや、来るってなってから、あ、これは切れねえなと思って。そうですね、1ヶ月前ぐらいからね、うんうんうん、予約しててね。そうそうそう、ボサボサって言ってたからもっとひどいのかと思ってた。動画上だってさ、なんか、うん、時間差あるじゃん、結構、うんうんうん、もう1ヶ月前ぐらいに撮影したの、今アップしてとかもあると思うから、うんうん、判断できないよね。そうそうそう、今どんぐらいなんだろうっていうのはあったんだけど、全然問題なかった。うんうん、ね、カズマックスが意外と、でもあれだね、伸びてくるとそんななんか髪めっちゃ硬いって感じでもないね。あ、ほんと？うん、前ツンツンした時はすごい硬そうなイメージだったんだけど、うんうんうん、割といい髪質してらっしゃる、ね。あ、ほんと、よかった。一応毛量がすごいからと思って、うんうん、昨日乾かす時には軽くアイロンはしてるんだけど、うんうんうん、ほんと今日はカット動画史上一番おしゃれな感じをお送りしております。サロンワークって普段お店とかに行ってやってるんだよね。もちろんもちろん。でも週そんなでも多くはやってないかな、今週3とか。週3サロンワーク、週3動画作り、うんうん、あとの1日はまあお休みみたいな感じかな。まあね、目先のお金とかだけ考えたらサロンワークガリガリやった方がいいのかもしれないけど、あ、やっぱそうなんだ。うん、でもやっぱりね、 YouTube っていろいろね可能性が広がるし、うん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 、からね、つてとかね、知名度とかね、いろいろ広げておくとね、やれること一気に広がるからね。そう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 、まあすごい、完全にサロンだわ。あの時でも初コラボしたのって23とか。そうだね、お互いそのくらい、23とかだね。そうだよ、うん、最初きっかけ何だったっけ。僕がもともと見てたんだよね。そう、なんか見てくれたんだよね。そう、学生の頃に、まあ、YouTube やるっていうことで、こう多少はこう見なりに気をつけなきゃいけないなと思って。はいはい、で動画見漁ってたら、あ、この人の動画分かりやすいっていうのが翔平くんの。いやー、ありがたいですね。美容学生が教える、はいはいはい、ドライの一番大切なことみたいな。はいはいはい、ラセット方法とかね。ありましたね。ピースのフリーズキープワックスとか。ありましたありました。で、多分あれだよね、なんか雑誌、YouTuber の雑誌でさ、ああ、そうだね、一緒になったんだよね、確か。そうだそうだ、懐かしいですね。懐かしいですね。翔平くんあの時もう独立してたよね。まあそうだね、フリーランスだったからもう、うんうん、完全に独立はしてたけど、あの時はもう収入がほぼない状態でやってたからさ。え、そうなんだ。カットの旅、そうだって、お客さん東京でできないし。うん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 、そうそうそう。ちなみにこの後はどんなコーヒーを入れてくださるんですか。コーヒーですか。カットもの。確か前回京都来てもらった時には、はい、軽めって言って割とこう酸味系の、そうそう、すっきりした感じの、すっきりした感じのコーヒーを入れてたと思うんですけど、うん、
ちょっと今日はちゃうくて、おー、京都に行ってる間にカズマックスブレンドってのを作ったのよ。出た、知ってる、ちょくちょくね見てますよ、それはすごいよね、あれは、ちょっとお店とね、コラボしてすごい作らせてもらって、もう飲みやすい系のコーヒーを作ったのよ。なるほどなるほど、万人、そう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 、万人に受ける、あ、いいね、あんまりこう酸味に振りすぎず、はいはいはい、コーヒーらしいコーヒーだけど落ち着いていて、いや、コーヒーめっちゃ初心者だから、その良さは分かるかな、大丈夫かないやいや、大丈夫大丈夫か、いや、楽しみだな。ちなみにカズマックス君もこれ確かに伸ばしたと思うんだけど、うん、自分あれなんですよ、今年入ってまだ一回も髪切ってなくて、ええ、マジで自分の方が切ってもらいたいってなりますね、正直え、今日、え、4月の、まあ、中旬ですね。そうだね、一回も切ってないんですよ、マジで、ずっと伸ばしてて、伸ばしてるっていうか、切りたいんだけど切るタイミングなくて、うん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 、すごいね、そんだけちゃんとかっこよくいられるんだね。まあやっぱそれがそのセンターパートの良さというか、伸びてもずっと楽でいられるっていうのが、うんうんうん、よし、ちょっとバリカン入れますか。はい、バリカン忘れた。え、ちょっと待って持ってこようか、バリカン持ってる。あ、あるあるある、マジ秘宝秘宝バリカン忘れアタッチメントだけえ、すごい、よく持ってるね、逆にここを軽いようにさ。なるほどね、それでちょっとやらせてもらうわ。はいはい、アタッチメント、こんだけいっぱいアタッチメント持ってきたのに本体忘れて万が一に備えてと思ってね、一応充電しといたのよ素晴らしい、まだ全然問題なくいけるね、大丈夫、うん、すごいよ、でも 9mm で買ってこの青くならなさは相当な毛量だわ、わかる、俺9でも結構薄くなんだけど、うん、ああそうなんだ、うん、いやでも動画で翔平くんの髪質もめっちゃ羨ましいとは言われてるよね。言われてるんだけどこれね、うん、そう、みんなに言われるんだけど、これ触れば分かるんだけど、うん、ほんとね、ふにゃふにゃなのこれ、ね、よく言ってるけどさ、そう、ほんと羨ましいなと思ってて、全然ね、多分、うん、やってみれば分かると思うんだけど、柔らかすぎてね、うんうん、めちゃくちゃ扱いづらいんですよ。あー、立ち上がらないというか、そう、だからちゃんとこうやって動画でできるようになるまでは、うんうん、もうすごいやっぱ時間かかった、うんうんうん、これいいバリカンだね、すごい扱いやすい、うん、あのね、バーバーしずえと同じよあれかそうなんだ、これ一緒だ、そう、使ってんの見て、知ってる、一緒やんみたいなバーバーしずえあれ、あのシリーズ好きなんだよな、ね、あれ面白いよね、あんだけゆるく楽しくね、ね、美容師動画、美容師じゃないけど、そう、しかもやっぱ美容師だからさ、うん、美容師目線で見ちゃうね、うんうんうん、あ、こういうやり方するんだみたいな、タラちゃんになっちゃったみたいなあー減っていくあー気持ちいいいやもう毛が多いからさ、そう、ね、本当に美容院大好きで、あ、そうなんだ、そう、この減らされていく感覚が、なるほど、家族にうざがられるくらい見てたから、あ、そうなの、お風呂上がって、顔に髪乾かしてる時は必ず再生大音量で再生しながら洗面所を占拠してみたいな、やたいねなんかそういうね、話聞くともっとなんか美容系やった方がいいんじゃないかなって思うんだけど、うんうんうん、やっぱり今時代が時代だからさ、あ、なかなかそれ一本ってのもね、うんうんうん、でも YouTuber 同士でしか話せない話っていっぱいあるから、いっぱいあるね、そういう時語っちゃうよね、そうだね、カメラ外の方が ね話す内容多いかもしれない、ね、本当にねあの人ってさみたいな、そうそうそう、ね、やっぱみんなそのそれこそ YouTuber の集まりとか飲み会とかも行くと、やっぱみんなで再生数のことだったりとか、うんうんうん、みんなやっぱ悩みしか言わないね、そうだよね、なかなかね、そういうの動画じゃ出せないからね、そう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 、カメラ止めた瞬間、ふーって、ふーってね楽しいは楽しいんだけどね、まあ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 、思うところもあるよね、ね、視聴者ね、見せれない顔というかね、いろいろありますから。今までどれくらいの人数来てきたんですか。どんぐらいだろう1000はいってるでしょうね、きっと。お客さんがいるってちょっと正直羨ましいんだよね。まあありがたいよね本当に。コーヒーやってるし正しく動画で配信してるけど、うん、相手がいないからさ、うん、結局飲むのは自分だから、うん、美味しいんだけど楽しいんだけど、ちょっと羨ましいなって思うところもあるんだよねその喜んでくれる相手がいる。だいぶ軽くなったんじゃないかな。
ちょっとまあ伸ばしていく方向なんで、そんななんかめっちゃ変わったっていう感じじゃないけど、うん、ちょっと触ってチェックしてみて。おーおーおー、あ、減った減った、だいぶスッキリしたと思う。スッキリ、うん、これはセットしやすそう。大丈夫そうかな。あとなんかここ重いとかあれば全然何でも言ってください。うん、大丈夫だと。大丈夫そう、うん、よし、じゃあ最後、はい、毛洗って軽くセットしていきます。はい、はい、お願いします。一回取っちゃいます。はい。すごい変な感じ。うちでサロン。確かにね。いや、この後のコーヒー楽しみだな。任せといてください。いいね、カットしたら俺にいっぱい出てくるって。そうね、すごいお客がね。そう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 。めっちゃいいお客さん。でもやっぱ美容師さんもああいうドリンク準備するのも大変だよね。そうね、裏で、うん、俺は個人的にプロテイン出してた。え？美容院でプロテイン。プロテイン出してた。どういうこと？結構飲みたいっていう人いるんだよ。あ、ほんと、うん、すごいね、トレーニングしてる人もいて。ちょっと今日はじゃあいつもと違うふわっとしたパーマっぽい感じでやります。いつもと違うカズマックスをね。なかなか見れないやつ、チャンネルの視聴者さんにお見せできればと思います。お願いします。パーマは昔かけてたんだっけ？いや、かけたことないかな。そうなんだ。ゆるくストッパーかけたくらいで。あ、そうなんだ。減らすためにみたいな。あの要所要所この辺とかボリュームをね、うん、はいはいはい。カラーは茶色ぐらい。あ、茶、そうね、結構明るめの茶色にしてもう金になっちゃったような時もあったし、今日はね、カズマックス君とコラボっていうことなんで、うん、ちゃんとコーヒー色にしてきましたから僕は。あ、そう、あ、そうなの。そういうことなの。だからちょっとあの冗談ですけども。あー、なんだ。たま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 トリートメントやってもらった時にちょっとあの色が落ちたっていうだけで、うん、デューサーイオンいいよね。いいよね、扱いやすい。めっちゃ優秀なワックスだと思う、うん。いや、羨ましいな、同い年でこんな毛量はしっかり。結構ね、お客さんやっぱりいっぱいやってるから分かんないけど、うん、若くて毛量少ない人って多いのよ今。あ、うん、でもそういう人たちがさ、こうふわっとしたさ、うん、セットしてるのさ、すごい羨ましいんだよね。なるほどね。俺ふわっとさせると爆発するからさ。なるほどなるほど。まあ多分今回はプロがやってくれるから、まあ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 、いい感じにふわっとなるだろうけどさ。そうね。うん、ちょっといつもと違う、うん、パーマっぽい感じになってると思います。だいぶちゃうね。うん、髪で雰囲気って変わるよね。変わる変わる。メンズは髪と眉毛やもん。うんうん、あ、眉毛ね。眉毛大切。翔平くん昔と本当変わったよね。よく言われるね。一気にこうイケメン度が増したねみたいな。いやいやいや、コメント欄すごかったもんね。太ってたからね、あと、うんうん、トレーニングもやってるしね、がっつり。そうね。いやでもアンチの皆様に言われなかったら変わろうと思わなかったので逆に感謝ですよ。え、こんなとこ使っていいの？いい、俺は大丈夫。よし、いいんじゃないでしょうか。お、できましたか。ちょっとこっちでぐるっと行きましょう、はい、うん、あーいいね、照明がやっぱしっかり効いてるから。あ、いい感じですか。髪の質感がよく見えますね。波打ちセットに。波打ちセット、いつもとちょっと違う感じだと思います。完成でございます。はい、ありがとうございます。ちょっとおーおーもこもこしてる感じで。おーおーおおこんなカズマックス見たことない。ちょっとまあ、なんかシーカールのね、あれよりも、うん、あの、大人っぽい、うん、ウェーブのある感じのすごいになってます。こんなになるんだな。なります、なります。すごいね。ありがとうございます。はい、さすがプロ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお礼にコーヒーを入れさせてください。そうですね。楽しみなお時間が、はい、すごい毛量がすごいね、本当に毛がきった。いやでも面白いな、 YouTuber さんの家ってのはこだわりがすごいから。そうだよね。趣味に生きてる人の部屋だから、ね、そう、普通の家とは違うからさ。うんうん、カズマックス君は台本派、それともその場で。あ、その場その場。ああ、一緒だ。あ、一緒一緒一緒。台本やるとさ、頭いっぱいになる。ああ、そう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 。感情も乗らないしさ。そうなんだよね。
ほんとね、きっちり してる人ってもう一期一句ね。そうそうそう、すごいよね。性格上がれるよね。うんうん、あれ 昼飯食べていろいろ喋って体力使ってだいい感じに眠くなってそうね、うん、カットもして、いやでも有意義な時間ですよさて、では準備させていただきましょう、はいはい、これがいつも見てるアングルのこの画質ねそう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 おお。全然何をやってんのかわけわかんないですけど、これをこの自動のこの機械に、そうですね、はい、見るに入れて引いて入れます。なるほど。すごい幸せそうな絵がこの瞬間がいいわけですね。この瞬間がいいわけです。なるほど。あーすごいカフェだわ一気にね。うん、でもカフェっていろんな匂いあるからあれだけどさ、ここまでなんかコーヒーだけっていう香りはなかなか嗅ぐ機会ないからさ。うんうんうん、そうだね、お菓子とかね、いろいろ混ざってるもんね。そう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 、いや本当ね、カズマックスブレンドとかも関係なく、うん、あの翔平くんに一回リベンジしたかったんだよね、コーヒーを。おお。あの、あの時、京都にいた時、はいはい、軽めって言っても結構やっぱ酸味があったと思うんだよね。うんうん、酸味感じた、うん、微妙に違ったかなと思って。あ、そうなんだ。でもね、あれからそコーヒーの味っていうのが本当にだんだん飲めるようになってきて。あ、本当。そう、全然コーヒー飲まなかったんだけど、うんうん、なんか今まで飲めなかったものでも、うん、割とこう飲めるようになってきたというか。おお。結構ね、あれきっかけになった、すごい自分の中で。本当、うん、それは嬉しいかも、うん、じゃあちょっとまた系統の違うコーヒー。そうですね。職人の顔になってる。あ、本当。いつかね、ヒカキンさんにも入れられるといいね。あー、いい ねやりたいね。出張ってね、やっぱ憧れあるよね、有名なこう見てた YouTuber ってね。翔平くんの PDS さんもそうだけどさ。いやいやいや、結構コーヒー好きな人多いだろうからさ。そうだよ ね絶対やりますって言ったら喜ばれると思うんだけどね。うん、いつかやりたいね。ねえ、そう、 YouTuber でコーヒー好き多いよね。うん、やっぱ編集しながらコーヒー飲むって人かね、多いだよね。多いよね、多分ね、息抜きとかね。うん、いいよ、俺も。うん、あ、すごいこんな香るんだ。え、すごい。いい香りでしょ。うん、濃いわ彼女がコーヒー好きだったらもう最高だよね。そうだね、最高の彼だよね。ああ僕がね。あ、はい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 、確かに、ね、彼女目線からしたら最高の彼氏になると思う。いや、もういくらでも入れますよコーヒー入れて喜んでもらえるんだったらもう、ね、毎日入れますよ。なんかね、いやすごい、朝コーヒーで起こしてあげますよまあそんな予定はないけど。いやでもね、ないんですよ、本当に。まあ、YouTuber ってそうなりがちよね。え、このカズマックスブレンドってのはどういう経緯で？ね、京都で俺が通ってるお店があって、うん、そこがやりませんかって言ってくれたから。へぇ、そうね、もうなんかカズマックスくんの1個のブランドを作ってね、もう完全オリジナルみたいな、うん、ね、やっても全然売れそうだし。うんうんうん、マイブランド持ってると強いよね。今後ね、専門チャンネルは絶対そうしてた方がいいって、うん、ね、YouTube 界でも言われてるから、個人にこう価値というかね。そう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 、翔平君もワックス考えてたもんね。いや、もう結構長いことねやってるんだけどね。放送はあったけど、そう、1回いなくなったんだっけ。そう、よし、じゃあ1回、はい、どうぞ、はい、お召し上がりください、はい、ありがとうございます。あ、もうこれもう、うん、飲んじゃっていいんですか。あ、どうぞどうぞ、はい、じゃあいただきます。はい、香りから。はい、いや、ほんと素直に言ってくれて大丈夫だ。はいはい、じゃあカズマックスくんが入れてくれたんでいただきます。どうぞ。はい、おー、すっきりしてる。あ、うんうん、うん、飲みやすい、うん、酸味は前回より少ないけど、うんうんうん、感じる。ほんのりね。これがブラックってやつだよね。そう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 、何も入れてない。おー、割と深入り目でビターに寄ってるけど、うん、あの柔らかい豆で作ってるから、うん、深くいってもそんなにこきつくならないし、すっきりまろやか系に。そう、あのね、ブラックって絶対頼まないのよ。あ、やっぱこの苦味がまだちょっと苦手だったりするんだけど、うんうん、大丈夫、お砂糖飲めば。めっちゃ飲みやすい。大丈夫これ、いや前回より確かに飲みやすいかも。多分こっち系とかなと思って、うん、
これだったら、うん、普通にカフェで飲みたいわ。うんうんうん、冗談なし抜きで、お世辞抜きに。ありがとう。うん、コーヒーらしいコーヒー、うん、だけどちょっと柔らかめにしてみた。柔らかい、確かに。これは美味しい、本当に。うん、すごいわ。ありがとうございます。すごいわ。よし、じゃあ抑えていたことをいくつか聞きましょう。あ、はいはい。こっからじゃあちょっと。そうそう。はい、まあ結構聞いちゃったけどね、でも聞いてね。はいはい、なんだっけな。今って住んでるの東京だよね。東京です。はい。そんなかしこまらなくて大丈夫。ああ、ラフな感じで。ラフな感じで大丈夫ですよ。仕事って今 YouTube が大元っていうか、うん、柱なのかな。そうだ、 YouTube ありきなところはあるかもしれないね、うん、まあ持ちつ持たれつみたいな感じかな。美容師も YouTube も、うん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 、両方あってのっていうところもあるけど、うんうん、まあメインって言ったら YouTube になるのかな、うん、それがないと自分ってのはないと思うから、うんうんうん、YouTube 活動をしながら、はい、サロンワークもされてるんですよ。はい、勤めてるわけじゃなくてフリーランスって言って、うん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 、自分でもスケジュール組んでこの日空いてるのでこの日あいつら予約お待ちしてますみたいな、自分で自由にスケジュールを組める、うんうん、場所だけ借りてって、はい、そう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 、なるほど。友達っています？これ結構深いね。結構自由に聞きたかったんだよね。深いね、友達、うん、友達。なんか自分が友達って思ってるだけでもしかしたら向こうからしたら友達じゃないかもしれないそれはちょっと悲しいけど、ね、うんうん、難しいね。まあまああるよね。でもね、いるのかな、いるのかな。なんか深い、ね、深い、ね、うん、質問の内容は。まあサロンの仲間っていうと、まあ仲間になるのか。うん、そうだね。あとずっと先輩がいる環境で育ったというか、やってたというか、うん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 、なんで自分の美容師仲間っていうとほぼほぼ先輩しかいなくて。ああ、なるほど。うん、友達っていうと本当にもう地元で仲良かったやつとか、うん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 、まあ YouTuber で本当年に数えるぐらい。コラボ動画もそんなに上がってるわけでもない。そうね、友達は少ない方かも。あ、そうなんだ、うん、いや、その辺がさ、あの長平くんってあんまり生放送とかめっちゃやる方でもないし、たまにインスタライブとかはやってるけど、うん、パーソナルな部分がそんなに分かる方でもないじゃない。そうね、確かに確かに。なんかこう遠い人みたいな感じで受けるから普通よ、普通普通そういうところも聞きたかったの。全然もうパーカー着ちゃってるし、パーカー着じゃあ今後、はい、このパーソナルなところって自分で出していく予定はある？生放送とか。ああ、そう、自分自身のことだったりとか、うん、まあそうね、最近はそれこそ今年入ってからちょっと、うん、今までは美容系でずっとやってて、うん、それを軸にやってたんだけど、うん、最近になって結構 Vlog 形式、自分の日常だったりとか、今日みたいな、今日もあの一緒に動画撮ったやつも、うんうん、まあ、家出てここ来てみたいな感じで一日を通す動画ってのを最近は増やしてて、うんうんうん、だそういったところで結構自分のキャラというか、なんとかっていうのは出していこうかなとは思ってるかな、はいはいはい、やっぱ大事だよね、それ。そうね、長い目を見た時にやっぱり同じことをやる美容師さんってのは絶対増えてくるし、それこそ最近 TikTok でも、うんうん、そういう発信する美容師さんが増えてきたし、うんうん、上手な人ってのが本当にこう見える化してきたというか、うんうんうん、昔は雑誌でしか分からなかったけど、今って本当誰でも発信できるから、ね、本当に上手な人ってこんなにいっぱいいるんだっていう時代になったから、うんうんうん、そこでこう技術でこう出すっていうよりもやっぱり自分自身っていう人間性、人間をこう好きになってもらって集客するって考えた方が、長い目を見た時に絶対そっちの方がいいの。あ、やっぱそうだよね。そう、自分を好きになってもらう。そう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 、うんうん、っていうのを結構その美容学校でもちょっとセミナーみたい、 SNS セミナーみたいなやらせてもらったことがあったんだけど、うんうんうん、こういうことを言うとこうポカーンとされるのね。理解してもらえないというか、いや美容師なら技術でしょみたいな、うんうんうん、もちろんそうなんだけど、でもなかなかねこれを理解してもらえる人がいなくて、 だから YouTuber さんと話すと、うんうんうん、あ、そうだよねってこう共感してくれてすごいこう嬉しいんだけど、一対一でね、こう広く一般にこう自分を発信するっていう感覚をやっぱ一回持たないと、そう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 、その視点がわからないからね。そうなんだよ、難しいところよね。そうなんですよ、しょうがないところではあるんだけど、そうそうそう、やっぱり持っておいた方が絶対今後ね、そういいし、っていうのをね、もっと
知ってもらいたいなっていうのは あったね、うんうん、ちょっと話それましたけど、いいいいいい、いやすごい深い話、うん、いやコーヒーもそうよ、そんなもんよ、うん、そうだね、技術とか持っててもこう、うん、発信する視点、考え方、そうだね、だからなんか多分今見てるこのカズマックスチャンネルの視聴者さんもやっぱ、うん、もちろんコーヒー知りたいしコーヒーを見たいっていう人も多いと思うけど、うん、やっぱカズマックスくんっていうね一人の人間好きな人が多いと思うし、うんうん、このねキャラあってのねカズマックスチャンネルだと思うから、うん、やっぱそこよね、そこよね、そこよね。 YouTube のこうなんか悩みとかあるの？悩みいっぱいあるよ。そりゃシステムで言うとカズマックスくんのこのチャンネル、まあ、またちょっと、うん、あの皆さんに問いかける感じになるんですけど、うん、生放送めっちゃ綺麗じゃないですか。あうんうんうん、なかなかこんな高クオリティで生放送してる YouTuber さんってまあ珍しいわけですよ。よく言ってくれるよ。うん、だ僕も見ててえこれ生放送なのみたいな、うんうん、収録したやつじゃないんだってびっくりするぐらい。で、そうで、これ完全裏でなんだけど、カズマックスくんが生放送、うん、このカメラにね、つなぐ機械を1年前ぐらいに、ね、送ってくれたのよ。あ、そうそう。そう、本当に、ただで、未だにこう使いこなせてなくて、生放送自体もあんまやらないっていうのもあるから、うんうん、そうだね、数だね、とりあえずね。そう、だからちょっとその生放送やってみたいなっていうのをずっとこうシステム的な部分の悩みがあったんで、うんうん、今日はちょっと教わって帰ろうかなと思っております。はい、教えますっていうのがまあ一つと、はい、まあやっぱそうですね、専門チャンネルって、うん、結構伸ばすの難しいじゃないですか。難しいね。その難しいよね。そのジャンルをに興味がある人しか検索して知ってもらえないじゃないですか。あんまりこう言ったらバカなこともできないしね。そうね。あとバズらせてやろうみたいな。なんとなくやっぱ YouTube 長くやってるとこの系統をやれば多分なるだろうなっていうのは分かるじゃん。そう、ね、だけど堅実にやろうとすると、うん、ちゃんとこの信頼をさ、うん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 、こう保った上でやろうってなるとなかなか難しいじゃない。そうね。でも4年前ぐらいまで結構バカなことやってた、ちょっと何とも言えないんであれそうだったっけ。うん、結構ね海、夏とか海行って、うん、ビーチ行って、うんうん、女子に好きな髪型なんですかみたいな。でもそれはいいんじゃない。まあ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 ギリギリね、うんうん、ギリギリとか、まあ、ちょっとこうでもねやっぱそういう攻めた内容の方が伸びたりするから難しいんだよね、まあ、そうですね、そう信用部分、うんうんうん、誠実さの部分もないといけないし、バランスっていうのが難しいですよね、うん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 、最近はそういうことはもうね20後半になったので我々ちょっと落ち着いてね、落ち着いてちょっとそういうコンテンツも少なくなりましたけども、うん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 、やっぱり再生数伸びると嬉しいじゃん、まあね、正直ね、正直ね、そうそうそう、そこにこうあんまりこう気を取られちゃいけないとか落ち込んだ時にこう落ち込んじゃいけないって思ってるけど、そうそうそう、正直ね、まあ、ちょっとね心の奥底じゃね、そうなんですよ。あるよね、そうリアルなことで言うとそういう感じだから、やっぱ動画作ってる以上はね、たくさんの人に見てほしいし、ね、そうそうそう、この自分の知ってほしい技術だったり、こう、そう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 、興味だったり、難しいところだね。だからきっかけ作りとしてはそういう動画たまに作るのいいかなと思うんだけど、うんうんうん、そうだね。悩みばっかりよね。悩み。動画じゃね、こう。そう、こう自信ままに見えるかもしれないけど実はねいろいろ悩んでるのよ。私たちは自分のチャンネルでは絶対言わない、ね、だよね、だよね。あとやっぱ100万人行きたいよね。行きたいよね。有名、とりあえずは10万だけど、まあ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 、その後はねやっぱりね、そう目指したいよね。そう、目標としてね、夢物語だけど、うん、まあね、それ行く日を信じてね、信じてね、試行錯誤して、うん、決して不可能ではないはずだから、ね、うん、もちろんもちろん、いつかはたどり着くかもしれないし、うん、いや、でも本当、本当に飲みます。あ、本当本当にこれ、買いたい、買わせてください。あ、はい、ありがとうございます、はい、喜んでもらえてよかったです。ありがとうございます、はい、この辺にしときますか、じゃあとりあえず。わかりました、はい、はい、話も長くなりましたので、そうですね、はい、じゃあぜひね、翔平くんの動画を下に貼っておくんで、はい、この一部始終と、ビログとぜひご覧ください。はい、はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。翔平くんをお招きしました。ありがとうございました。